旧制静岡高等学校は、1922年8月、静岡市に設立された、管理旧制高等学校。略称は、聖田か。文科、理科よりなる、修行年限3年の高等科が設置された。不都合第一外国語とする兵類が置かれた、旧制高等学校であった。新制静岡大学の前進校の一つであり、静岡大学分理学部の構成母体となった。 その後、文理学部は、静岡大学人文学部と理学部に発展開祖、旧制静岡高等学校の有形無形の伝統を受け継いで現在に至っている。寄宿舎として、集法富士を仰ぐという意の、行収寮が設置された。ほぼ完全な両実地が行われ、成協に習って、早くから自炊制度が導入された。入学者は、静岡県出身者が最も多く、 東京府出身者がこれに次いだ。東京帝大への進学率の高さは、一校、裏高に次ぐ、第3位の進路実績であり、卒業生の大部分を東京帝大生で占めていた。旧制静岡高等学校のコーチは、駿府城公園の北側、静畑山の登録に位置していた。静岡大学発足後は、旧制静岡高等学校の後ろ身である。 文理学部のキャンパスとして継承されたが、1968年に静岡大学が静岡市駿河区大屋に統合移転したため、高知は廃止された。跡地は静岡市二条と整備され、1985年に静岡市立城北公園が開園、静岡市立中央図書館を置くなど、市民の憩いの場として現在に至っている。旧本館があった位置には、 花時計があり、旧制静岡高等学校を記念するモニュメントとして、正門のあった位置に、ルコンヒ、園内には、清涼、輝き像、両華碑などのモニュメントが混流されている。また、旧制静岡高等学校寄宿舎、両修了は、静岡大学、青具修了として継承されたが、上日の統合移転後は、静岡市駿河区ソロ区三丁目にある、静岡大学 U。 萌え漁に、青愚州漁で使用されていた、漁名、漁家、地のサメごと、ストームなどの伝統として継承されている。南アルプスの茶臼岳から南西に尾根沿いに進み、色岳からの登り坂を登り切ったところに、聖高平がある。この地名は、旧聖静岡高等学校山学部が登ったことを記念して名付けられた。ありがとうございます。